日本を襲った超大型の台風が海外 SNS では話題になっていますが、その中で過去に台風18号の影響で静岡県の浜松市の地下通路が冠水した写真がバズっていたので紹介します。日本の台風後の洪水、ゴミやペットボトル、タバコの吸い殻、瓦礫はなくて本当に驚かされる。ジュールの水のようじゃないか。